listening to Shibuya Cross FM. はい、2019年1月28日月曜日8時を回りました。渋谷クロス FM 渋、サテライトスタジオからお届けいたしますクリエイタークロス渋谷デザインバル、はい、MC を務めます私関根直人、デザイナーの篠塚です。はい、中森です。よろしくお願いします。どうも、こんばんは。お願いいたします。一発目、何それもう2019年ね、一発目の放送で、うん、渋谷クロス FM と、はい、クリエイタークロスがちょっと混乱しましたね、うん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、何度か会ってますからね、はい、あれですけど、ね、このラジオでは、ね、1月もう28日ですからね。うね、うん、もうね、終わりですもんね、はい、1月。どんなお正月を過ごしでしたかとか聞いてもいいですか？もう遅い？もういいですか？もう2月になりますけどね。忘れたよ、まあ、そうですね、今年の抱負はとかね、いろいろお話聞きたかったんですけど ね、 もう2月ですか、ね、でも、はい、さっきもちょっとね、始まる前に話したけど、はい、ちょっと寒さが和らぎました。なんかね、今日は暖かかったですね。先週とかすごい寒かったから、うん、そうですね、寒かったね、先週ね、うん、なんか雨も全然降らないじゃないですか。降らないし、だからインフルエンザもなんかすごく、インフルエンザすごいですよね。すごい流行ってますね。バッタバッタと倒れてますけども、周りはインフルエンザないんでしょ。えかかったことないんで、ないんです。僕もないです。僕もない。おすごい ね、 いですね。これで3人インフルエンザかかんない。これで来月誰か休んでたらびっくりやばい。本当ですよ。本当です。なんとか風邪ひかないって言いますから。1回もないでしょ。僕もない。ない。だいたい予防注射も打ってないし、僕予防注射はもう絶対やりますから。私も毎年予防注射はしてますね。もうないで、もう10月ぐらいからやりますもん。僕早い。ビビリですね。それはね。この流行ってる中に誰もかかってない。本当ですね。でも僕ほんま今年周りめちゃくちゃ多いですよ。うん、いや今年はさすがに僕も映るかなと思ってましたけど。仕事関係、飲み仲間、はい、そうね、多いですよね。多いですね。うん、怖いですよ、ね。はい。まあ気をつけないとね。作りましょう。ならない記録を、ね、伸ばしましょう。うん、まあ、今年も始まりましたけれども、はい、クリエイタークロス今年1年はどんな1年にしようか、うん、そうやね、なんか本当にしていきたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、はい、ね、なんかまた形あるものを残していきたいと思いますし、うん、ね、なんかさっき楽屋で話してた、うん、なんだっけ、ロケ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 も ね、 そうそうね、ロケは絶対行きましょうよ、うんうん、必ず、いつ？いつ？いつがいいですか？いつにします？やっぱり春、暖かくなってからね、春ぐらいでしょ。うん、春ぐらい、ね、また大人のピクニックがあって、その他にもそのなんかこうロケに出て、うんうんうん、今年はでもその大人のピクニックは写真じゃなくて、はい、ちょっと動画もね、ここで動画ね、ちゃんとうまく撮りましょうね。うん、ただのなんかこうわちゃわちゃ騒いでる動画にならないように、まあまあまあ、ちゃんと想像ができるんですよ。まあそうだね、だからそこちゃんと決めて、そうですね、ちゃんと決めて、クリエイターっぽく ね、 そうですね、ちゃんと、はい、勢いでやるんじゃなくて、そうちゃんとお酒の勢い使ってやるんじゃなくて、ね、ちゃんとあと編集も入れてね、うん、そうそうそう、まあ、まあそう、まあ、言ってしまったな、早く取り上げたな、じゃないと変な動画になっちゃいますから。まあそうだ、そうですよ、見ていただいてる方にも ね、 ね、楽しんでいただけるように、ね、で僕ね、はい、このキャラクターのクロスの何か今年作りたいなと、はい、うん、そうですね、もう少しね、クロスをね、うん、展開する、まあ、クロスの展開ね、何作りましょうか。コースターとか付箋とか、そうですねクロスターとか付箋とか、とか、まあ、なんかこう、うん、ちょっとお渡しできて、かつこう残ってて、はい、あれなんかこの間なんかアイデア出てなかったの、まあ、T シャツとか言ってなかった、いや T シャツ着ないって、あ、そっか、 T シャツとかボロシャツとかなんか言ってたの、グルメじゃないですか、うん、箸置きとかどうですか、箸置き、箸置き使うそんな、せいぜい箸袋でしょ、箸袋まあね、何かね、せっかくここまでできてるからね、そうですよ、なんかもう出したいないと、次のステップにね、これなんか必ず何か、はい、グッズを作りましょう、うん、うん、あのクロスのキャラクターのグッズを何か一つ作るっていうことと、はい、ロケと、はい、で何、まあそんなとこはかな、うん、あ、まあそう、ロケはね、うん、やりましょう、ね、なんかね、面白いアイデアを形に残る、まあそういうね、今年の目標ということで、はい、
じゃあこれで終わりますか。それでは皆さんまた来月。始まったばっかりだから。だってさ、豊富な話って終わりかけに言うのなんか話になってる。いやいや、また、いやいやいや、まあ、最初に言う、まあ、いいし、まあ、後半にもちろんまた詳しく話してもらって年の始めの方がいいんじゃないですか、最初に話しても全然打ち合わせ通りってないから今に始まったことじゃないですけれども今日ゲストや待ってはるて。そうです、ゲスト3ヶ月に一度ゲストを、ね、お招きするということで、ね、前回は9月に、うん、私のこの今流れてるね、うん、オープニングテーマを作ってくださった方をお迎えしまして、はい、3ヶ月後の1月に今度は中森さん の、ね、ね、ご紹介のゲストさんを呼ぶ予定だったんですが、はい、今月本当は篠塚さんがお休みの予定だった。そう、海外、そうなんですよ、本当は、ね、海外出張の予定だったので2月にしましょうっていうことになってて、はい、で2月オファーしてたんですけど、2月がダメになったりもして、はい、で、はい、もうじゃあもう関根さん今日ちょっとせっかくだったら、はい、まあ、どうしても呼びたい、ね、ね、ゲストを、ね、そうそう、はい、ライブも、ね、控えてるからということで、うん、特別に来ていただいたので、すいませんでした、僕のゲストがね、あれだってすいませんでした、お呼びしておりますのでお楽しみください、はい、じゃその前に私の曲を、はい、ね、聞いていただきましょうか、はい、その後にね、はい、はい、関根直、ラブソングスから証、どうぞ。もういらない、ああもっと壊して狂おし本当にやまない。
はい、関根直で証聞いていただきました。いいね、ありがとうございます。ラブソングスよろしくお願いいたします。さあそれではご紹介いたしましょう、はい、今日ゲストで、特別に来ていただきました、マリー・バンリさんです。おー、どうもこんばんは。こんばんは。すごいね、ファンがもう、そうでしょうね、ファンがもう、寒い中ありがとうございます。すごいな。こんなクリエイタークロスで初めてです。そうですよね。なんかその僕らもなんかいつかはね、こう窓の外にたくさんの人が来るぐらいに頑張りましょうか。1000円ぐらいでやっとったらいいです。1000円ぐらいでやっとったらお願いします、中森さん。もうそんな寂しいこと言わないの。今日はマリーさんのね、はい、ごめんなさい、紹介ですからね、うん、ようこそ、どうぞよろしくお願いいたします。ようこそ。実はですね、はい、今度マリーさんと1月31日に、うん、関根直とマリー・バンリー、コラボのライブを開催予定でして、はいはい、そのお知らせも兼ねて今日は来ていただきました、はい、じゃあ告知してください。よろしいですか。1月31日木曜日、うん、もうすぐやんか。そうです、明後日ですね。あ、そうだね、明後日だ、明後日だ、はいですね、明後日ですね、はい、木曜日ね。そうです、はい、行きます。北参道グレープス、はい、というところで、どこ、北参道のグレープスというところでですね、6時45分オープン、19時半、はい、北参道って意外に分かんないじゃないですか、うん、そうです、ちょっと駅から降りて、うん、ちょっと入りますね。そう、あ、だからその模様駅自体が、そうそうそう、だから何線とか、うん、副都心線、そうでしょ、副都心線なんかみんな知らんもん。そうですか、ね、JR やったらどこ、千駄ヶ谷とか、代々木からも、はい、歩けるので、ぜひ、ね、はい、皆さん、歩いてもそこまで10分かからないかな、ぐらいなので、そうですね、ぜひお越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。篠塚さん初めてでしょ、関根直さんの。あ、そうですね、はい、うん、そうですね、いつもタイミングは歌はね、聞いてますけどね、はいはいはい、いろんなところで、そうですね、でもそうライブはね、ところでね、うん、はい、そうですね、ライブと楽しみにしてます、ね、あ、ありがとうございます、お待ちしております。マリさんのライブも僕もちろんライブ自体初めてですし、はい、楽しみにしてます、ね、あ、はい、ありがとうございます。今回 ね、 ね、2人でコラボをね、いろいろ考えて、いろんなことを、打ち合わせしてまして、ね、面白いことを考えているんですけれども、まあ、その話をする前にちょっとマリーの、動画を、あ、ライブ自己紹介が、はい、兼ねてね、はいはいはい、ちょっと皆さんにも見ていただきたいなと思います、はいはい、失礼しました。どうぞご覧ください。すごいね、なんか、ね、映像 の、 あのクオリティがなんかね、素敵じゃないですか。うん、あれ、さっきのあれでしょ、モノクロっぽいところ、セピアっぽいところはリハ、はい、そうなんです、ね、スタジオの風景、はい、スタジオの風景を、衣装もなんか違うパターンだったから何回か、そうなんです、はい、すごいね、お金かかってますね。関根さんも、関根さんも、いや、もう本当見てらっしゃるところが違うなと思いました。政治がつなげていくようなところかもしれないけど、作らなあかんな、自分もやっております。関根さんのやっぱあれですよね、やっぱトークがね、関根さんの一番自信あるところやから。そうなんですよ、そうなんですね、このラジオで鍛えられた、ちょっとおしゃべりが得意な、歌だがほとんど歌いません。おいおいあれ、おい、もうよくね、僕らの先輩とかと関根さんの、ごめんね、なんか、
関根さんのライブ行って、はい、もう喋るのやめて歌だけにしなよとかってねよく言うぐらいなんですけど、そうなんです、もう本当に歌が終わる頃に喋りどうしようっていうことが考えてしまう。31日はどうなの、マリちゃんが結構喋ってくれるから。マリはどうですか、うん、MC とか。 私もでも結構 MC 喋るとなると、うん、もう前の日からこうもう原稿をしっかりこう読んで覚えてとか何を言わなきゃいけないっていうのを、うん、もう用意しとかないと不安なんですよ、な方なんで。でもライブだから来たお客さんによってまたちょっと、ね、あもちろんです、はい、内容変わったりしますよね、はい、ね、もうそのまたそこで生まれるトークとかもすごく、まあね、はい、楽しかったりとか。一応、うんうん、シナリオ的なもの作っといて、それで本番の時にまあアレンジするみたいな、ね、そうですね、はい、まさに、うまいこと頭の中でできないと詰まっちゃったりとか、うん、 そうね、そうなんですよ、うん、なのでちょっとねポイッと肝心なところが抜けちゃったりとか、ね、はい、あります、うん、とかライブやからちょっとトラブルがあったりする時あるじゃん、ちょっとマイクがあれってなった時に、はい、それとポンと抜けたりするよね、はいはい、そうです ね、 ね、原稿を作るってすごく良し悪しで、うん、私も作ったことあるんですけど、うん、あまりこう成功したことがなくて、で、ね、僕らこのラジオも全部一言一句もう書いてるから、ね、書いてますから、もう、はい、もう大変ですよ、書いてませんこの感じで、もう笑うしかない失礼しました。いえいえ、でもね、はい、MC いっぱい入れる人と入れない、全く入れないような人とね、うん、2種類ありますもんね、うん、そうですね、うん、まあ、なくても別にいいと思うんですけど、うん、私もそっち派ですね、それはそれでね、はい、うん、いやでもやっぱ関根さんのトークがやっぱ聞きたいわそれ交互期待今2月31日交互期待ということで、もうね、ドキドキしますよ、楽しみですね、それドキドキしますから、お前、まあ、今回マリちゃんいてくれるからまだええけど、え、大体いつも単独の時に行くですよね、はい、まあ、我々仲間、私も、はい、何度か見に行かせていただいてドキドキしません私はあんまりそういう印象がなかったんですよ、マリちゃんに期待するわ、 MC が得意じゃないというか、はい、そういうちょっと苦手意識があるって知らなかったので、はい、意外って思ったんですけど、意外とガチガチです、マリちゃんに期待するわ、もう、いやだからマリちゃんいいじゃない、しゃべんなくて無理に、ね、まあ、結構バラードが多いので私の曲が、うん、そうすると曲が終わると皆さんどうもこんばんはみたいなのがちょっと違うので、うん、皆さんどうもこんばんは、関根ミヤですみたいな、暗い感じになっちゃうんですよね、どうしても、いや、まあ、クリエイターですね、暗いのにもう突出して、まあ、でもその曲なんで曲ができたかみたいなこう、はい、ちょっと説明を入れるのは必要だと思うんだよね、うん、あ、曲がにね、そうです、そうですね、こういう意味なんですみたいなのがね、特に、はい、ね、やっぱりオリジナルを歌うときは知らない方ももちろんいるのでね、いらっしゃるので、歌詞はこんな風な思いで書きましたとか、こんな思いで曲を書きましたとか、そういうのは大事ですよね、うん、ちなみに31日は何か、はい、コラボ的な企画があるわけ、それがあります、お、まあ、私はもともと歌謡曲をずっと歌っているので、うん、マリちゃんは、私はどちらかというと洋楽とか、うん、そういう系統が多いです、英語を歌ったりすることが多いんですけど、はいはいはい、でも歌謡曲もすごく好きで、うん、なのでマリーにも歌謡曲を挑戦してもらう、うんうん、はい、そして私も洋楽を挑戦するという、それぞれの2つの、はい、分野をちょっとこう、うん、そうなんです、ちょっと面白い企画を ね、考えて、楽しみですね、うん、はい、場所は、はい、北参道のグレープスというところでやりますので、はいはい、19時30分スタート、スタートです、30分スタートです、はい、うん、なんかちょっと仕事がね、6時ぐらいに終わってから駆けつけることもできますし、はい、そうですね、ドリンクも食事もちょっとねございますね、はい、ぜひ、ね、お腹を空かせていただいて、はい、飲みながら、はい、そうですね、ね、楽しいマリちゃんの素敵な曲を聴きながら、関根さんの面白いトークを交互期待交互期待、2回目の交互期待、楽しみです、お待ちしております、はい、うん、お待ちしております、はいはい、はい、で私とマリーの、うん、ね、出会いとか聞かせてほしいね、あのなんですけれども、もともとマリーは今は一人マリーバーリーとして活動されてますけど、もともとそうなんですね、私がブルートライクというユニットをやっていて、うん、3人組のユニットをやってたんですけど、その時に、うんうん、実はまさにこの場所で初共演、関根直さんと初共演したのは、え、そうなんです、この場所、実はこの、まあ、このここ、はい、クロス FM がある場所、
なんですよね、はいはいはい、の上のホールで、はい、上のホールで、はいはい、やらせていただいた時にすごい奇遇ですね。そのマリーバンディじゃなくてごめんなさい、あのブルートライクのワンマンライブ、うん、で私はバンピーズとしてあの3人組のコーラスユニットを組んでた時があったわけ。あったです、はい、そうなんです。3人で、はいはいはい、あのマリーの後ろでコーラスをさせてもらって、コーラスとして一緒に参加して、そのグループでこう参加して、その時は、面識は全くなかったわけでしょ？ではなく、面識はありましたけど、はい、あそれでなんか一緒にやりましょうということで、じゃあコーラスやりますよみたいなことで、はい、一緒に始めて、要はライブというか、そこのライブの時に初共演、はい、共演したのが、はい、ていただいて、まさにここだったと。そうです。すごいなんですよ。そうなんですよ。すすごいちょっと、ね、思い入れのある、ね、はい、そうなんですよ、うん、だから私もここでこうラジオをこうやってやらせていただくってなった時に、うん、あそういえばシダックスホールでマリーの後ろでコーラスしたなっていう思いがすごくあって、すごいじゃん、もうじゃあもう、はい、来月からマリーちゃんやってもらえばいいと思います。あれ来月から私じゃないかもしれない。そんなこと言わないでください。何事もなかったように変わってるでしょ。皆さんこんばんは、マリバリですって言うかもしれない。わあ、今月からどうしていきますみたいなね。今年はロケですね。たまにはゲストで呼んでくださいね。じゃあ私をもしゃあないな。いきなり来月そうなってたら面白い。面白いですね。びっくりするよ。でもすごいね、それもなんかこう縁というか、うん、ね、その時ここでやって何年後かに、はい、まさかここで MC やってるとは思わないもんね。5年、6年前ぐらい、そうですね、4、5年前、まさかその頃をね、ここでラジオやってるなんて思わないね。思ってない、ね、ラジオ自体もないでしょ、うん、その当時は ね、渋谷クロス FM 自体やってなかったと思います。3年目だかなんかだったと思うから、うん、はい、うん、そうか、そうですね、そうなんですよ。本当にここをこう通り過ぎて会場に入った時の記憶から今回関根さんにまあ声かけていただいてラジオでここに久しぶりに来たので本当に思い入れが、2週間前にだから、はい、関根さんがやってるとあの佐々木誠さんがやってる8、9プラスに初めて来て、はい、でだから1月今回2回目というね、はい、今日で2回目で、うん、でもすごいだからご縁やと思うわ、うん、ありがとうございます。なかなかないですもんね、そういう偶然って。まあそうですよね、うん、そうですね、まあ、でもそういうの大切にねしてい、うんうん、くべきだと思いますし、はい、はい、じゃあこれで終わりましょうか。もうええし、もうええ、まあ、そういうご縁もあって、まあ、改めて2人で、うん、あのライブを企画、うん、指導し始めたという感じですね、はい、またやるの、まあ、それはその何回かこう、まあ、今後もちょっといろいろ面白いことを考えていきたいなと思ってます。いろいろ考えていきたいですね、うん、以上ですね。でこの、クリエイタークロスはですねクリエイティブな番組なので、うんうん、まあ、マリーには今日はちょっとその曲作りのこととかもちょっと聞けたらなと思うんですけれども、うん、どういうふうに作ってるかね、うん、そうですね。マリーはすべてほとんどですかあの作詞作曲はいそうですピアノで、はい、ピアノで作詞作曲する、ね、そうねピアノこの間ね前回、はい、あのそうですここに、ね、ピアノ持ってきていただいて、ね、あそうですね前回ここでね、はい、弾き語りをやらせていただいたんですっていうことはいわゆるシンガーソングライターっていうことなんですか。そうですねはいそうですね。であのよく歌を作ってらっしゃる方とかで、うん、メロディーから作る派と、うん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 、歌詞から作る派と分かれると思うんですけど、あの私はあのいわゆる詩先の方で詩が先行して先に詩の世界というかこう作品が先にできてそれからメロディーが降ってくるというかあのそこにこう肉付けしていく感じのだいたい同時なんですけどその降ってくるというか、はいはい、あの作っていく作業は質問していいですか、はい、詩が先の場合って、うん、タイトルは どっちなんですか。タイトルがあって詩になるんですか。それから詩ができて、うん、じゃあこれ全体的にじゃあこういうタイトルにしようとかっていう、あ例えば、うん、こういうテーマで曲が書きたいっていう気持ちになった時に、うんうんうん、あこういう言葉がいいなっていうのをこう、まあ、箇条書きにしていったりするんですよね。先にじゃあ単語を集めるみたいな、はいはい、でその作業をしていく時にあこういうタイトルがいいんじゃないかっていうのを同時にこう思いついたりすると、ね、先に、はい、タイトルを決めたりとか、はいはいはい、タイトルだけがあもう先にこうクロスとかっていうもう決まってそこから詩ができる場合と、はい、いろいろあるわけなんですね。そういうのってやっぱり僕らねそういう世界がないから、まあね、僕らやったことないからね想像つかないんですけどね、うん、まさに
クリエイティブな仕事ですよ ね、うん、ね何もないとこから作るわけだからね、うん、なんかこうテーマを決めて作ったりとかっていうのは皆さんされます、うん、まあ僕らは広告の仕事だから基本テーマありきなんですけども、はい、テーマなりコンセプトは絶対ないと、うん、まず極端に言うとコンセプトワークがもう、まあ、最初の、はい作業っていうかね、コンセプトがないと先に進まないし、コンセプトがないものを慌ててやってしまうと大体ちょっとこう横道それたり時間がかかってしまったっていうようなことがあります。どうですか？そうですね、うん、コンセプトとかテーマあってまあね考えますよね。でも自分、はい、関根さんなんかあれでしょ、シンガーだから、はい、私はまあ本当にできてる曲に、うん、そうだよね、歌詞をつけるっていう作業が多いんですけど、うんうん、まあ、メロディーを聴いてもうそのメロディーの世界観 と私が書きたい詩の世界観がこうリンクするかなとかっていうことを考えたりとか、いろいろです、うん、またマリーとはちょっとやっぱ曲と作る人と詩をつけるときにメロディーもらって、はい、これはなんかこう悲しい曲ですとかっていうのはもらえるの、ね、うん、あいや作った人から、いやいやないです、ね、これは楽しい曲ですみたいな、それとか悲しい曲です、なんかその作った方の鼻歌が入ったりする場合もあるんですよ。鼻歌だけが入ってるとか、リズムだけ、いわゆるリズムだけ、あと音、メロディーのこう主旋の音がだけが入ってて、うん、でそれを自分なりに全く自分で好きなように詩を入れていくわけでしょ。そうです、それもすごいよね。あとはなんか自由にしていいよっていう、こう投げられる感じなので、じゃあ何こう決められる時もある、これは失恋の歌ですみたいな。そうですね、なんとなくこれはこんな感じだと思うよっていうような感じでイメージだけ渡される時もあるし、そうですね、なるほどね、なんか難しいですよね。っていうことはあんまりこうルールっていうかパターンはないわけやね、曲ができていくいろんなその人その人のこうやり方っていうのがあるってことやね。そうね、いきなりサビからできる場合もあるだろうし、いろいろですよねきっとね。よくなんかこうパッとこう浮かんだ時ってやっぱなんかネタ帳じゃないけどメモったりするんですか？あ、もうすぐにメモります。その次の瞬間やっぱり忘れてっちゃったりとかすることも。それもスマホ、スマホがやっぱ一番手元に近いので、はい、それが多いかもしれないですね。曲の場合は歌うの？歌いますね、なんか本当に、はい、たまに私本当変な人なんじゃないかなって思われるぐらいにこう例えばこう渋谷の街歩いてても、うん、携帯をこう近づけてあ、電話してるふりしながらふふふんってやってる時があります。メロディー入れてる時が、うん、なんか誰やったかな、佐々木誠さん、なんか昔は家の留守番電話に録音させてたって言ってたよ。ああ、いいアイデアです、ね、いいと思います。時代、うん、時代を感じますね。なんか誰が言ってたの、うん、その浮かんだ時にね、うん、そのまあ C の場合は書けばいいけども、うん、リズムの時はなんか録音機器がないから、そうそうそう、それでふーんとかって言って家の留守番電話に入れておくとかって、それも面白い。私なんかわりないですね。それも録音機能も手元にない時に、はいはい、シンガーの友達と、ここまでのメロディー覚えておいてって言って、ちょっと覚えておきたいからここまで覚えておいてくれる、私ここまで覚えるからってこう分担して、そういう風に頼まれた時があったりとか、なんか面白かったですね。そうやっぱり覚えておくって大事ですもんね。確かにね、ポッと浮かんだことって忘れますからね。忘れますからね。覚えられるんですよね。そうですよね。忘れちゃうな。忘れちゃう。僕らだから常に、まあ、今もやってないけど、薄い手帳をスーツの横に僕入れてたから、ね、で電車とかでもなんかこう、まあ、僕らはネタとかじゃないけど、例えば誰かのいい言葉とかあるとペペってメモ、はい、よく誰かにネタ帳って言われるぐらい僕ずっと持ってたやつ、はい、薄いやつ、まあね、文字で、ね、残せるのはいいです。今もやっぱり、ね、スマホがあるからいいけど、デザインの場合だとこうデッサンをこう残したりとかってあるんですか？デザインの場合は僕も手帳の中に白いページ、うん、あれがあるんで、そこにこう、はい、書きますよ。いつでもどこでもできる。すごい、うん、ちなみに篠塚さんって長野オリンピックのマーク、そう、ね、私そうそう、はい、聞いて見ました。東芝のダイナブックとかね。あ、そ
そうなんですね、うん、あ私もそうあの奈緒さんからそう長野のあのロゴを作ったデザインした方ですよっていうのを教えていただいた時に、はい、もうそのロゴのことをすごい覚えてたので、それを見て自分が思ったことも覚えてたんですよ。なのでえその方に会えるのと思ってすごく今日嬉しかったです。はい、出身地もだから、まあ、比較的近いのかな。あそうです ね, ね私ね、はい、山梨出身なんですけども、はい、うん、いやそれはそれは本当ありがとうございます。 お会いしてがっかりしませんでした。いや素敵な方です。想像通り。想像通り。次のコーナー行きましょう。次のコーナー。そうですね、打ち上げてないんだからね。はい、曲いく？じゃあそうですね。ね、CD、はい、CD がある。あ、ね、そうなんです。はい、素敵なし、僕もいただいて。最後までいてくれる、はい、ということなので、はい、ここでマリーのね、曲を聴いていただきましょう。はい、じゃあ紹介をお願いいたします。はい。はい、マリー・バンリで、あなたのそばにいたいです。聞いてください。守っていくよ、いつまででも、ずっと、ずっと、あなたのそばにいたい。嬉しい時も、悲しい時も、ぎゅっと、ぎゅっと、手をつないで、歩いて、信じ合える喜びってこんなに温かいんだね。あなたに出会って知れたんだ。世界中で一人ぼっちと怯えてた私だけど、あなたが私を呼んで笑うたび、心が温まる。あの日から変わり始めてた運命が今ここで歪に輝いてる。街並み
たのそばにいたい。誇れる日も寂しい日にもぎゅっとぎゅっと手をつないで歩いてゆこう。守っていくよ、いつまででもずっとずっと私のそばにいて。大好きだよ、幸せだともっともっと思える日が増えてくから。マリバーニさんであなたのそばにいたい、癒されますね。いい曲でした。誰のそばにいたいですか？そんな質問ですね。タイトルとしてね。はい、いつで作られた曲？私ちょっと前やってたユニットから音楽活動ソロで活動この活動を始める前に少しお休みをしてたんですけど、ちょうど2、3年前くらいにこの曲ができて、あ、もう一回やろうってもう一度この曲からスタートしようっていうふうに思って、本当にシンプルにこう大切に思う誰か家族だったりとか、友達だったりとかを思って、一番近くにいる人たちからもう素直にストレートに伝えられる曲があったらいいなと思って、じゃあ思い出深い曲が、そうですね、一つなわけね、はい、なるほど、素敵、ありがとうございます。いやすごい、また聞いてみたいと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあマリーには最後までお付き合いいただけるということで、ここでクロスショットのコーナー、はい、参りましょう。はい、毎月のクロスショット、なんかいつもクロスショットのコーナーこんな、なんかなんとなく始まりますけどなんかクロスショットのコーナー用なんかねなんかあるといいジングルがね、作りましょうかね。はい、はい、ではじゃあ今月の1枚目からいきましょう、はい、じゃあまず1枚目はこちらです、どうぞ。さあ、これは私です。これもちでも中森さんも塩塚さんも覚えてらっしゃいますよね、はい、もちろん。だからこれ届いた時はこいつ楽しとんなと思ったもん。あ、これクロスショットに使えるって言ったのを覚えてるんですよ、ね、打ち上げの時に撮った写真。実は去年の12月24日クリスマスイブに去年最後の放送だったんですけど、その打ち上げで行ったお店の天井に、ちょっとね、だから確かに写真としてすごく綺麗ですね、こうやって見るとね、なかなかいい写真ですよね。天井ですよこれ、ちなみに何屋さんと思います、これ見て。ちょっとこう日本料理屋さんとか、なんかね、こう黙ってるのは京都の店みたいな、はい、メニューが載ってるんですけど、もう全然鳥専門の、まあね、居酒屋さんのチェーン店です、うん、すごく素敵、はい、いい撮り方やね、うん、上手いい写真、そうですね、いい感じで、初めて行った時は気づかなかったんですよ。そうやね、何度かこの店にはお邪魔してたんですけど、この間ふと見上げて、わーって言ってつい写真を撮ったっていう感じで、はい、でも綺麗綺麗、そういう意味で言うとあのお店っぽくないというか、ね、そう決して楽してるわけではなくてですね、ぜひクロスショットに皆さんにも見せていただきたいと思って持ってきました。
いいじゃないですか。よろしいですか。はい、じゃあ2枚目参りましょう。はい、あ、はい、どうぞ。はい、はい、私のですね、これなんだか分かります？これ砂時計。そうそう、砂時計なんですけど、うん、砂時計版の泡時計なんです。はい、中泡なんです。すごい、こう砂時計の形で、はい、その時を刻むのが泡なんです。シャボンですね。うん、シャボン。中だから液体が入ってて、はい、それがこうやると泡が立って、はい、その泡が上に上がってポツポツって一泡一泡上に上がっていく時計、泡時計。珍しいでしょ。それでちゃんと何分でちゃんとなってんですか。なってないでしょ。何分ってなってない。時計ではないでしょ。時計ではない。それ砂時計と同じじゃない。砂時計は上から下に落ちる。はい、そうですね。で、大体何分で。これは逆に上がっていくんですよ、泡が。あの泡が本当にゆっくり上がっていって上に泡が溜まっていくと、また逆さまにするとまた。でもあれやね、動画で見たい。本当はね、動画で見たいでしょ。でもまあこれはね、静止画って決まってるから。そうそう、マリちゃんね、このクロスショットって毎月我々のコーナーなんですけども、はいはい、要は1ヶ月静止画の1枚を紹介するってことだから、うん、もう結構悩むんです。本当はね、そうそう、さっきの関根さんのやつも、はい、あの写真と全体の写真あるとえー、ってなるんだったりとか、ね、はい、1枚だけ、1枚だけっていうのがね、まあ難しさであり、まあそうですね、だからまあこう見ながら説明をしなければいけないっていうのが、うん、これはだから本当にね、すごいね、下から上に上がっていくっていうのが面白くて、はいはいはい、うん、おしゃれですね。これ見たとき、これはね、おしゃれ、どこで、これはね、はい、日本橋の高島屋ショッピングセンターの中のお店。売り物ってことですか。もう売り物、思わず買っちゃいました。え、買ったんですか。あれ台に電気がついてるの。台にこうライトがついて、こうライトアップしながら泡がこう、というかその熱で上がるってことですか。いや、熱で上がらないです。別にライトなくても上がるんですよ、泡で。じゃあ逆さにしたら勝手に上がるってこと。上がるんですよ。これはね、面白いと思って、すごいな、思わず買っちゃいました。篠塚さんらしい、らしいでしょ。お写真でしたね。次出すのすごい恥ずかしいな。俺大体一番に来るから。それでは行ってみましょう、どうぞ。何これ あのね、これ僕すいません、全然クリエイティブな話じゃないですよね。もうあんまりにも珍しくて、僕ちょっと先週出張行ってたんですよ。三重県の伊賀上野市っていうところなんですけどね、単線なんですよ、伊賀鉄道っていうね。いきなりおばちゃんがパッて乗ってきた、自転車乗ってピッて座ってスタンドガチャってやって、ほんでこれ単線だから切符とかもそのなんていうの、売りに来たりしはるんですよ。でも常連やから、うん、はいとかって、あいつもねとかって、その切符のおじさんとで2駅ぐらいでもっとガチャッと降りていって、もうあまりにもびっくりして、最初うわっと思って、え、自転車入ってきたと思って。改札も入ったってことですもんね。そうよ、止められないんですね。もう常連やから。おばちゃんを真正面から撮ってほしい。自転車をしてる、さすがに。でも隠し撮りですもんね、これ。撮るの大変やったんですから。カメラは見たみたいな、衝撃映像みたい な全然違うふりして、バシャバシャ撮ってやっ。クリエイター感ゼロですけど大丈夫ですか。違う、クリエイティブっぽいとこあえて言うならば、はい、この写真撮るときどんだけバシャバシャ、もう分からへんように撮ってたから。カメラ隠し撮りじゃないですか。でも 2枚目、2回目でバシャって言う。単線なんだから、もうこの際撮らせてくださいって言って撮りに行けばよかったのに。でもびっくりして、すごくない。すごいですね。あの折りたたみ自転車をね、乗せてる方とかは、まあね、そうそう、今はいますけどね、もろにママチャリですからね。カゴ付き。おばあちゃん、すごい。も毎日乗ってるかのよ。全然だから毎日。で、ここに切符を、これもう2車両、うん、車両が 2つしかないんでね、うん、時間大丈夫かな。カゴに雨よけもついてますから。で、切符とかを、はい、点検されるんですよ、その単線だから。うん、なんか常連さんみたいに、あ、元気みたいな、なんか話しながら、2駅ぐらいで降りていかんと。それやったら乗っていきようと思ったけども。珍しい、すいません、なんか全然クリエイティブっぽくなくて申し訳ないんですけど、まあ、こんな、いやいやいや、珍しい写真でしたね。失礼しました。珍しい、うん、今月のクリエイ、ね、クロスショットでした。すごい、なんかもうマリちゃんのファンの人、すいません。ありがとうございます。寒い中見ていただいて、そう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 、はい、まあ、あんな感じでね。あの、本当はもっといい写真いつも僕持ってくれて、いや、もう最高でした。もうすごい、
そうですね、いつも期間限定のなんかお写真ですとかね。篠塚さんは本当になんかいつもクリエイティブ篠塚さんらしいなんかおしゃれな、この間もね文字盤の時計だったりカレンダーみたいなのが、ね、あったりとか、そうもうなんか素敵な写真、大変なんですよ ね、何にしようと、あっという間に1ヶ月が来ちゃうんですよ。一応これだけはインスタで上げてるから、はい、あそうです、公式あのインスタがあるのでインスタグラムに写真を上げていますので、ぜひよかったらご覧ください。今までの過去の写真がね上がってますので、今日の上げんとこかな僕もいや、あげますよ。ちゃんとあげます。あげないと。はい。うん、そうですね。まあ、今日はあの、うん、マリーさんをお招きして、はい、50分間お届けしてまいりましたけれども。はい。はい、マリーちゃん、なんか、ね、せっかくやから、今年の抱負というか、まだ時間ありますから、ね、うん、やってみたいこととか、うん、チャレンジしてみたいこととか、聞きたいな。今年はですね、おなおちゃんとライブをスタートさせてもらうんですけども、アルバムを制作の方を今少しずつレコーディングを始めていて、はい、で今までミニアルバムやあのフルアルバムを前のユニットで発売してきたことがあるんですけど、自分のソロとしてのアルバム、フルアルバムっていうのを目標に、はい、少しずつ、はい、ゆっくりペースですが、ごめんね、ちょっと、はい、あんまりこう音楽業界のこと分かんないからなんですけど、アルバムっていうのは何曲からアルバムなんですか？そうね、アルバムの位置づけって何なの？だいたい5曲以内がシングル扱いにギリギリできるような、うん、マキシシングルだったりとかっていうことをよく聞きます。で7曲とか、まあ、8曲とか、うん、そのぐらいだとミニアルバム、だいたい通常10曲以上になるとアルバム、フルアルバムいうふうに、はい、ってことは今回10曲以上作るわけだ。さすがですね。おっと大変やね。はい、10曲以上全部作詞オリジナルで、はい、で今どれ何曲ぐらいまでレコーディング含めて出来上がってるもの？もうデモとしては割と出来上がっていて、それを少しずつ今こうブラッシュアップしているような段階で、いつ頃完成予定ですか？いつ楽しみにしてはる。そうですよね。そうなんですよ。本当にそうなんです。あんまり言ってないこと言えないです。さすがですね、中森さん。でも今年、今年発売を目指しております。まあ、例えば四季で言うと、あ、もうあんま時間ないわ。ウィンターです。夏とか。あ、ウィンター。ウィンターです。あ、なるほどね。ちょっとね、ゆっくりこういろいろ考えながら熟成させてます。曲作りは手前ですからね。はい、関根さんのシンガーとしての目標。あ、はい。歌は歌っていきたいなと思っています。ライブいっぱいやってよ。そうですね、いろいろライブも考えてますので、うん、まずは1月31日木曜日、はい、北参道グレープスで、ね、マリーとね、はい、ナオ&マリー、ニューイヤーライブ2019ということで、うん、皆様ぜひお待ちしております。お待ちしております。はい、では、来月はですね2月25日月曜日に、はい、お届けしたいと思います。あと1分ぐらい篠川さんなんか、うんね、本当は僕はここにいないはずだったんですけど、アメリカに行く予定で欠席、去年もね、去年も ね、1月はね出席で、ね、まあ、それが変わったんで、はい、今日来れてよかったです。よかったです、まあ、マリーさんにもお会いできてよかった。そうだね、私もお会いできて嬉しかったです、はい、ではまた来月お会いしましょう。早くない？早いですか？でマリーさんのファンにも一言言ってあげてもいいですか？いやもう本当皆さん寒い中ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ちょっと緊張するね、やっぱりこう見に来られるそうですね。今あんまりないからね、僕らの時。いやもう本当にありがとうございます。すいません、僕らからもお礼を申し上げます。来月から毎月来てもらいますから。でも本当ね、ちょこちょこ来てよ。もう来てもらって、また来てください。嫌じゃない、嬉しいです。ありがとうございます。それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。